どうも、こんばちンコすっころべイこです。今回はこちら。アバタロー戦隊ドンブラザーズの感想動画です。今週はかつて、平成ライダーで恒例だった、夏のギャグって感じのエピソードでしたね。ハローに一本勝負を挑むジロー。これに便乗する他のお友達。並行して行われるその意図の勝負。そして現れる謎の戦士、ドンムラサメ。冒頭で、ドンムラサメ。一体何者なんだ ってところから始まったんですが、今回の話の内容がカオスすぎて、再登場まですっかり忘れていたなんて人も多いんじゃないでしょうか。僕はそうでした。というわけで、今回の気になったポイント。お友達との一本勝負で、はるかが完全に私たちのことを舐めてると怒っていましたが、 太郎としては、お友達と遊べるのが楽しかったんじゃないかなって思います。匿名機と戦っていた際、太郎は、だるまさんが転んだのルールを知りませんでした。多分これって、子供の頃誰とも遊んだことがないからだと思うんですよね。今回太郎が、これはゲームだと、ゲームをやたら強調していたし、その人の勝負を含めて、終始ほがらかな表情をしていたように感じました。まあ自分が一本取られるとは全く思っていなかったのも事実だと思います。太郎役の樋口浩平くんの演技力もさることながら、 井上俊樹先生のキャラクターの描き方がこの辺上手いなって思いますね。一本勝負が始まる前にお友達が二郎の加入は賛成できないと言った時に反対していたのも今までの太郎の描写からして人に疎まれることや阻害されることの辛さを知っているからだってこっちは勝手に深読みしちゃうんですよね。二郎に対して誰かに認められたいという気持ちはわかるって言っていたりもしたので復活後はメンバーと距離が縮まったこともあって ツンデレ属性なのも判明してますしね。素直にジローに優しくはできないけど、追い出すことは反対だったのでしょうね。あと、タローへの一本の取り方が個性が出てて好きでしたね。真正面からはぶつからない記事の。強な手を使うサルハラ。プレゼント作戦で不意をつくハルカ。本気でタローの脳天を木刀で狙うジロー。最初ジローは、あわよくばタローを亡き者にして、後釜を狙ってるのかなとも勘ぐりましたが、ちゃんとタロー大好きクラブの一員になっていてほっとしました。あと、 太郎がはるかにプレゼントをもらったとき、こういったものを女性からもらうのは初めてだって言っていたので見て、はるかがポイントを使ってドンブラザーズを辞めた際に、新鬼シスターになったマリナに優しかったのって、弁当作ってくれたのが純粋に嬉しかったんだなって思って、本当に太郎あざといなって思いました。あの、カブトムシのギーちゃんとかもそうですよね。あと、太郎結構弱点多くないドン鬼大臣になった後に力が抜けるもそうだけど、カブトムシのギーちゃんが帰ってきたって言ったら、 めちゃくちゃ好きできるじゃん、お前。まあでも今回、はるかが、ひーちゃんは死んでると思うって言ったので、この弱点なくなったと思うんで、と思うとあれファインプレイですよね。ノートは完全な存在で、欲や感情などがないと本人たちも言っていたため、ノート世界にファッションリーダーといった概念があることに驚きました。 ファッションもまた欲望を生み出す一位の一つだと思うのですが、太郎と交流していくうちに感情が豊かになり、その自身が太郎と戦いたい、交流したいと思うのもまた欲になっていき、いわゆる完全な存在じゃなくなってしまった後、元老院あたりに園の絵狙われてノートカフがゴタゴタするんじゃないかなと思っていたんですが、芸術もない、愛もない、笑いもない。だけどファッションリーダーはいる。考えるとわけがわからなくなりそうですが、素晴らしいだったり、 美しいだったり、清らかのような概念はあるので、このあたりは今後描写されるであろうノート世界次第ですかね。ちなみに個人的に今回、なんかヒール直してるその絵がツボでした。ジローが初変身してまだ3話くらいなんですが、もう新鮮しか出てくるとは、ハローの負ける姿を見たくないってお友達が言っていたのに、 タロウ一人では苦戦するレベルの敵が出てきてちょっと笑いました。そのい,い相手ですら、お前などお供にもならんと言い放ったタロウが、こいつ強いと言っていたので、初登場補正を考慮しても相当強いんでしょうね。ドン・ムラサメとマザーが第四勢力になるんですかね。ドンブラ陣営とノートとジュートとムラサメマザーの四つどもえが現在の勢力図でしょうか。 何か抜けてるところがあったら教えていただけると嬉しいです。ツイッターとかでドンムラサメのことを調べると、話ほとんど進んでないのに新キャラ出まくって大丈夫かみたいなことを言っている人もいて、それは確かにと僕も思ったんですが、ドンブラってギャグ界とシリアス界の線引きが曖昧で、前回の光と翼の犬塚の過去とかもですけど、え 安寧国だったのに、こんな重要な話すんのっていうの多いんですよね。いきなり夏休みが終わったあたりから、多分展開がすっごい進むと思うんですよね、個人的に。前回じゃもう、なんかそんな感じだった気がするし。今回の話に限ったことではないんですが、犬の正体バレはいつ来るんですかね夏絵が公開までにはって思ってたんですが、なんかなさそうですよね。ここまで引っ張って急にあっさりバラすかとも思えないし、 一応映画の予告ではカーテンコールみたいなシーンで他の4人プラスマスターと並んでるんですけどね。個人的にはもうここまで来ると3クール目の終盤くらいまで引っ張ってほしいですね。イジノはね、あの、その意と違って明らかに殺意があったから、例の件のしっぺ返しがいつか来ると思うんですよね。 キジノは他のメンバーと違って失うものが何もないっていう触れ込みだったので、他の嫁を失って精神的ダメージを受回があるんじゃないかなって。その際に犬塚の正体を知るとか、なんかそんな気がしますね。太郎を生き返らせるためにポイントを使った際、歩けなくなったハルカ、イクが読めなくなったサルハラのように、キジノがポイントマイナスになった場合ってどうなってたんでしょうね。働くことすら多分ミホのためだから、 会社首になってもミホさえいれば彼的にはノーダメージだろうし。というわけで、今回のドンブラザーズの感想でした。毎週やるかはわかりませんが、リバイスと並行してドンブラザーズの感想もちょいちょい上げていければいいと思ってます。あと、犬の正体バレ時期予想募集してます。コメント欄にどんどん書き込んでください。それではまた。バイバイ。